はい、こんばんは、おいじです。今日はね、デザート食べたいと思います。こちらです。今日買ってまいりました。山形県産の高尾ぶどう。ちょっと見づらいかな。こちらがね、こちら初めてですね。巨峰よりはちょっと粒がちっちゃいような感じです。すごいな。こんな感じで書いてますね。はい。で、こういう感じですね。少しね、先日食べた巨峰に比べると身がちっちゃいと思います。ちょっとじゃあ、お皿に移していきます。はい。ってことで、さっとね、洗ってきました。どうでしょう、この。いや、いいですね。どの宝石にも負けないぐらいのね、綺麗さがあると思います。それではこちらね、山形県産の高尾ぶどう、濃厚な味わいで甘みが強いのが特徴です。いただきたいと思います。やっぱ巨峰よりちょっとちっちゃい感じだね。結構硬いかな。いただきます。うん、これでも種なしかな。うん、甘みがあってね、濃厚な味わいということで、ぶどうの香りがすごい強い。ぶどうの味が、これを皮く食べれないよね。うん、おいしいおいしい。しっかり甘いわ。うん、種はないな。こないだの巨峰がちょっとよりジューシーだったってだけで、こっちも随分ジュースがすごいわ。うん、あ、おいしい。もちろん甘いんですけど、中にはもっと甘みの強いぶどうも入ってるわ。うん、美味しい美味しい。定価が498円ってことだったんですけど、全然巨峰に負けてないわ。おいしい。これもバクバクいっちゃうわ。うまいな、ぶどう。こんなおいしかったか、ぶどう。今年特に美味しいのかな。毎年ぶどう食べる人に聞きたいわ。ほんと今年は暑かったから果物が甘いなんてよく言うけど、当たり年なのか、毎年甘いのか。うん、美味しい。レオちゃんに食べさせてあげたい。ワンちゃんってでもブドウ食べれんのかな。梨だとかリンゴとかはあげてたけど、うまいわ。
この間先週見たマツコのやつでなんかブドウ好きな人は種ごといくらしいね。ブドウ好きっていうとちょっとあれか、ブドウ好きな人の中には種ごといく人がいるらしい。止まりません止まりませんな。でもこれ明日も食べたいな。取っといて明日食べよう。ってことでまだあと半分ぐらい残ってるんですけど、美味しすぎるんで明日のデザートに取っときたいと思います。今日はね、山形県産の高尾ぶどういただきました。とても美味しかったです。皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。それではまた。バイバイ。ぶどう美味しいよ。